本田忠長は、伊勢神戸藩の第二代藩主。神戸藩・本田家三代。教法九年五月十七日、初代藩主、本田忠氏等の逸夫として生まれる。延京四年に、着手の兄・忠厚が創生したために生死となる。寛永三年十一月十九日の父の隠居により、家督を継いだ。寛永四年四月、一橋門番となる。法暦二年六月。 馬場先門番に任じられる。9月には日光祭礼奉行となる。法暦3年2月に大阪カバンに任じられ、法暦6年6月には半蔵門番、法暦9年9月には田安門番などを歴任した。法暦10年10月13日、家徳を養子の忠興に譲って隠居した。天命4年、偵発して随をと合した。その後は反省にかかわらず、 おぐりむねげんに、和歌、俳句を学び、茶道にも、関心を示して、出雲松江藩主、松平春里と交友したという、著書に、徘徊二わら日がある。文化十四年五月十七日に死去した。去年九十四、家臣や領民に慕われていたこともあり、死後の文政元年には、受学者の長野仙によって、取徳の日が建設されることとなった。ありがとうございます。